選択して、あ、向こう 1P なんでちょっとゆうねこくん入るまで待っててください。カードを認識するまで待つっての初めての準備動作というか。僕も今日初めて知りました。一人でしかやってもないんで、まだカーストフロー引く意外と選んでくれた。行くそっちのゲーム。さあ、瀬戸やり込み勢とマインちゃんの割り込み勢、中段が見えない。さあ、上りを潰されて見えたらのワンコーン。おっと、うまいこと拾えない。その通りだ。さあ、お互いなんか、おっ、6B しっかり突かして、浮き攻めがリバサ投げで返していく。さあ、年の手、まず一本合わせと。リバイド引く、オーバー、引っ潰せ、屈辱を引く、そのペース引っ潰せ、俺、広げ、闇、引っ込め、喜びを押してからの、なんか下にザ、2円刺さって捕らえられない。はい、今度はしっかりコンボ。もうなんか微妙にテクい流れだった。さあ固めて解放終わってく。さあ、6C ための隙間、ウェイルオフ行ってて間に合った。さあ、1回距離を受け投げ固め、おっと出し投げしっかり抜けて、俺はまだゲージがないんでね。あ、でも回収してって、あーっと、ベーロフ当たる。なんか暴発っぽい。コマ越えて隠してセグメント抜ける。おーっと、大きいタチビー刺さって。さあ、1-1。はい、生徒が先に取ってく。大き攻め、打撃が重なる。さあ、どうすんの。おお、生突進カウンター。さあ、瀬戸君のゲージがもうフルで、これは死んだんじゃないか。まだ生き残っている。置き攻め抜ける。さあ、勝ったのは竜と瀬戸。はい、じゃあ2回戦2回目はインデックスリンネと課長メルカバー。ゲームオーバー。あちょっとなんかね、カードがややこしいんで。俺もまだね、スタートボタンを押すの慎重になるゲーム。面倒なのと出くわしたな。まあまあ、とりあえずね、分かってる人が気をつければまあなんとかなるレベルなんで、早く調整って。あーっと、これはダメですね。ダメージもそうだけど、何秒持ってかれるかっていう。さすがにメルブラを、あのメルカブ薄いんでね、輪廻のコンボでもこれは痛い。
これは痛い。あゼロ踏みつつ無敵を間に合わない。最後までガードしてしまう。あれメルカもノーゲージだと割れないんですか。あー届かないか。お上りジャンシー。お、なんか誤爆して。あ、こんまだ時間もあるよ。さあさあさあ子供が何の役にも立っていない。さあワンコンガメヤジ連行して置き攻め。なんか誤爆が結構。さあベロフガードさせていた。さあリンネの長いコンボ。まあまあまあでも、あっと落としてっていい具合に肘が当たってる。攻め打撃重ね昇竜拒否。さあリンネちゃんだとね登りもできないんでね。あーっと引っかかってはまだ生きてる。あーっと飛び込み昇竜投げ抜けて投げ抜け返し長かった。変わったなリンネコンボが。じゃあ今日最後ですね、インデックスリンネとリュートセット。はーい、あじゃあとりあえずはい慎重にスタートボタンを押して始めてください。じゃあインデックスくん先にスタートをしてカード読み込んでください。何これカード読み込む順番があるってどういうことやで。いやなかなかね全国大会もやってる最中だったのにね読み込みに不備があるだったらやばいけど。これうちだけなのかな。さあ開幕ワンコン取られていく。さあ減らないが時間が減ってってどうすんの。おっとミスか。クーガーからのアサルトジャンシー。そうですね食らってる最中はねだいぶやることがないんだけどボタンを離すわけにもいかないんで。さあこれベルおーおおおなんかこれは普通にくらいより痛いことに死んでた。目は覚めたかセカンドクローズリバイバル。さあジャンニビーが刺さってももう一回ワンコン。さあゲージ吐いて。おっと落とすが補正切り。いやでもまだ時間あるし瀬戸君ゲージあるし。さあ空中で引っかかってしまう。こっからリンに落とさないとだいぶやばいですね。捕まえて CS ベロフからの解放コンボ。そしてカンナギ死んだ。破れるだと。さあ勝ったのはインデックスリネ。どうした
この幼い身を見て仏心でも湧いたのか。お前のその甘さは。はい、じゃあ今日はインデックスくん優勝でした。おめでとうございます。お疲れです。ゲームオーバー。お、みんな浮いてる時間がすごい、なんかあ、いたたまれない感じになってくる。あ、でも多分来月も同じような時期に